心と体が鍛えられるマン。岡田小学校区ではいろんなサークルがあって、多くの人が元気に活動しているマン。高齢者に人気があるのが社交ダンスだマン。健康維持を目的に和気あいあいと楽しい時間を過ごしているマン。長く続けることで足腰も鍛えられそうだマン。また和裁や洋裁を楽しむサークルもあるわん。着なくなった服をリフォームして好みの洋服や着物を作っているわん。メンバー同士家族のような付き合いで意見交換しながら作品作りを楽しんでいるんだわん。年中から小学6年生が習うリズムダンスの教室だわん。しっかりとした挨拶を大事にしてリズム感や柔軟性を養っているわん。みんな頑張って。岡田ジュニアバレーボールクラブは今年で結成30年。今の6年生のチームは県大会出場も決めていて成績も優秀だわん。チームワークを大切にこれからも頑張ってほしいわん。一緒にバレーを楽しみませんか。待ってます。そして今回のゲストは岡田少年柔道教室に通うみんなだわん。怪我をしない怪我をさせないをモットーに元気よく稽古に励んでいるわん。みんなは柔道のことどれだけ知っているかな。会場で技を披露してもらうわん。ということで今回は岡田少年柔道教室の皆さんに来ていただきました。ちょっそれでは代表鈴村さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。古くから名門と言われる教室だから、なんか歴史あるって聞きました。ええ、今年で40周年を迎えます。40周年。はい。岡田の柔道教室、はい、成績はどうですか。つい最近知多市内の柔道教室の大会がありまして、知多市内、個人6年生の部優勝。え、優勝。知多の6年生の中で今一番強いってこっちゃろ。はい、そうです。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、どうですか優勝した時。嬉しかったです。じゃあちょっとあの技を見せてもらいましょう。知らない方もいると思うのでちょっといくつか。はい、それではあの、はい、大外刈りを。大外刈り、ゆっくりスタート。ドゥンドゥンドゥン。相手の重心を傾けてその乗った足を刈る。おー、大外刈りに続いては。ではあの背負い投げを。実はですね、はい、うちの森キャスターも何か技を体験してもらおうと思うんですが、はい、ちょっと受け身とかやったことないんで、はい、投げ技はまずいですね。寝技をかけてもらって。お、え、じゃ あ女の子いますよね、うん、ええ、かけてもらっていいですか。では、いきますよ。大人ですからね。177ね。スタート。大人ですからね。ちなみに、これ、鶴野さん、技は何という。これ、横四方固めです。出れない。いや、もう全く起き上がらないというか、うん、何ですかね、抑え込まれましたね。それが寝技。さあ、お待たせしました。それでは問題です。では、準備をお願いします。はい。さあ、今畳の上に立つのは3年生の西郷君、そして向井君が代表でございます。それでは問題。今から西郷君が代表を背負い投げで投げることができる。お、丸か×かでお答えください。それでは皆さんご一緒に3、2、1、1本。どうぞ。あの体格差見てよ。これは普通。それじゃあ参りましょう。正解はこちらです。さあ今組んだ。ほら、この体調さん。正解は丸。いやー、丸の方おめでとう。
柔道というと怪我が怖いとかいう方も見えますが、もう体操教室に毛の生えたようなもんですので、お気軽にまずは見学からどうぞ。はい、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。岡田少年柔道教室の皆さんでした。ありがとうございました。